何いる？野球は何年生から始めましたか？年長の最後の方から。結構長くやってる。はい、はい、なんで始めたか理由を教えてください。近くに年上の友達が野球やろうよって言ってくれたんで、はい、始めました。はい、それでこのチームを選んだんですか？はい、はい、今6年生ということで、中学で野球をやろうと思ってますか？はい、はい。じゃあ中学で野球、まあ、例えば学校のクラブとかいろいろあると思うんですけども、なんか入るチームみたいなのを決めてます？今入りたいチームは、横浜隼人中学。はい、お子さんですけども、もう何年ぐらい野球されてるんでしょうか？2年生の最後から始めたので、はい、3、4、5、丸3年くらいですね。はいはい、このチームを選んだこう理由みたいなのを教えていただけますか？はい、入団前に父親と公園でキャッチボールをして、はい、野球に興味を持ってたんですけども、はい、その時に在籍している保護者の方から、はい、見学に来ないって言われて、はい、じゃあ行くっていうことで来たところ、はい、もう息子がもうこのチームに入りたいと言ったので、はいはい、
はい、入団を決めました。じゃあ結構即決で決めたみたいな感じですか？即決ですね。あの何チームかやっぱりチーム多いので、はい、あの見に行く予定だったんですけども、はい、あのもう僕はここ以外見に行かないという、うん、あの思いでしたので、はい、じゃあそれならということで、はい、決めました。はい、ありがとうございます。チーム名は、寺尾ジャイアンツになります。自分の名前は、監督の、小野です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段の練習場所っていうのはどこでやってるんですか？練習場所はここの、寺尾小学校で、はい、はい、土日やってます。はい、わかりました。監督さんに就任されたいきさつを教えてください。はい、いきさつはですね、はい、今長男3人うち子供がいるんですけど、はい、長男が小学校6年生の時に野球がやりたいということでここに、はいはい、でそのままコーチにならないかということでコーチになって、はい、監督がその3年後に4年生の以下の監督をやって、はい、今6年生5年生の監督を3年目になってます。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ結局基本的には お父さんコーチで結構そうですね、はい、チームですね。はい、わ、はいはい、かりました。最近の成績はいかがでしょうか？はい、最近の成績でいうと今年の、横浜市の YBBL という大会があるんですけど、はい、そこで、秋の大会でベスト16に入ったのが一番大きいですね。で春の大会も、県大会ですかねに1回出てます。はい、はい、ありがとうございました。はい、なんかチームのスローガンみたいなのって決めてますか？はい、チームのスローガンは、今年は、チーム前、今年は6年生が10人いたので、結束という形で全員チームで結束して、大きな大会勝っていこうという感じで、はい、してます。はい、ありがとうございました。合宿なんかはされてるでしょうか？はい、合宿はしてます。はい、してます。はい、どの辺あたりですか？合宿はですね、はい、今年は、チームの、6年生の子が、伊藤から越した子がいて、そこの伊藤のチームと一緒に今年は、はい、やらせてもらってます。はい、ありがとうございました。はい、普段の練習時間って大体どのくらいされてるでしょうか？大体土曜日がここの寺尾小学校で、はい、4時間、午前中4時間、はい、で、日曜日は、午後から4時間ぐらいですね。はい、はい、ありがとうございます。どういう守備とかバッティング、どういう比重はどのくらいやってるか教えてください。基本的にはどこのチームさんとも一緒だと思うんですけど、はいはい、まあ、バッティングはフリーバッティングみたいな感じと、はい、まあ、守備は外野ノックとか、はい、まあ、普通に内野ノックを走らせてやって楽しくやってます。はい、結構あれですね、今日 見させていただいたら、はい、比較的何人かに少人数に分けて練習されてることが、はい、そうです。ちょっと最近人数が増えたので、はい、コーチ陣もお父さんコーチが増えたので、はい、人数分けて個人個人でやっていこうという形で、はいはい、今やってます。はい、ありがとうございました。ですね、卒団生の話なんですけども、はい、卒団生で中学校で野球を続けるっていう、はい、何割ぐらいいらっしゃる？そうですね、今ほぼ最近僕が携わってる中では、はい、まあ、8割9割はそのまま中学の方で、はいはい、やってますね。はい、でその中でですね、はい、まあ、横浜市だと、はい、学校のチーム、はい、それから軟式のクラブチーム、はい、公式のクラブチーム、はい、こう3つ選択があると思うんですが、はい、割合的にはいかがでしょうか？そうですね、割合的にはちょっと横浜市の特徴かこの地域の特徴かわからないんですけど、ちょっと中学校の野球部さんが徐々になくなってきている現象がありまして、なので今公式のクラブチームか軟式のクラブチーム、うん、